半長爆弾。半長爆弾は、航空機から投下され、水面を跳ねるように進む爆弾のこと。半長爆弾は、爆雷の一種で、第二次世界大戦中に、ビッカーシュ・アームストロングのバーンズ・ウォリス博士が、考案した爆弾デる。水切りのように、爆弾が水面を跳ねることで、高い命中率を維持しながら、射程を延伸し、巨大防御網を飛び越えて、水中で爆発する。 半長爆弾を使わずに遅延進化を使用して通常爆弾で水切りのように爆弾を投下する爆撃方法を半長爆撃あるいは飛べ被爆撃と呼び太平洋において連合軍や日本軍によって用いらたランカスターに搭載されダムを破壊するアップキープ爆弾とモスキートに搭載されて対艦攻撃用に設計されたハイボール爆弾があるアップキープ爆弾は 第二次大戦中に、イギリス空軍第617中隊によって、ルール工業地帯のダム攻撃に使用された。19世紀の英国海軍は、砲弾が水面で跳躍することで射程が伸びることを、シリコー湾防御用の砲などに利用していた。また、フランスの要塞工場の名手防番は飛べ飛射撃を、活用していた。百四十一年、バーンズ・ウォリスは、これらにヒントを得て、 半長爆弾を思いつき、1942年4月、球体爆弾水面魚雷という論文を発表した。最初に考案された半長爆弾は、戦艦攻撃用のコードネーム、ハイボールであった。爆弾をより遠くで投下することを可能とし、魚雷防御網を飛び越えて、脆弱な喫水戦火で爆発させることができた。また、 通常の魚雷よりも多くの策略を装填可能なことも長所であった。ハイボール爆弾は休憩でゴルフボールのようなくぼみがあった。ハイボール爆弾はモスキートに2発搭載可能であった。イギリス空軍は第二次大戦前からドイツの水力発電ダムの重要性を認識していたが、これを破壊するためには大量の爆薬と高い命中精度が必要になると見積もっていた。 魚雷攻撃については、ドイツがダム上流に魚雷防御網を設置していたため、効果がないと判断されていた。バーンズ・ウォリスは、半長爆弾を使用することで、このようなダムを破壊できるのではないかと考えた。1943年をはじめ、バーンズ・ウォリスは、ダムに対する爆撃と題する報告を完成した。空軍はこの爆弾を早急に必要としていたため、 完成したビッカーズタイプ464コードネームアップキープ爆弾はバーンズ・ウォリスが当初考案したものとは異なっていた。正式名称アップキップストアと呼ばれるこの爆弾は爆弾重量 4200kg で水面下での爆発が効果的であった。爆弾の形状は長さ1 5 2トル、直径1 4 2トルの円筒状で10日前に 毎分500回転のバックスピンがかけられた。高速で回転する爆弾を、速度386時速 402km、距離365から 457m で、高度 18m という超低高度から投下する、ことで、爆弾は水面を跳ねながら、巨雷防御網を飛び越えて、ダム手前に到達する。正確な高度を維持するために、スポットライトを利用した。 ダム手前で水没した爆弾は水圧環王型新艦によって水深9.1メートルで爆発するようになっていた。水圧環王型新艦が作動しなかった場合に備えて化学式次元新艦も取り付けられていた。アップキープ爆弾は1943年5月のチャスタイズ作戦で第617飛行中隊によって使用され、 ドイツ工業地帯のダムを2箇所を破壊、4箇所に被害を与えた。指揮官の外ブソン中座はこの項により、ビクトリア十字章を授与された。チャスタイズ作戦は成功したものの、19機中8機が未期間となった。以後アップキープ爆弾が使用されることはなかった。一方、ハイボール爆弾は、第618飛行中隊のモスキートによって、 ドイツ戦艦イルピッツ攻撃に使用されることになっていたが、作戦中止となった。その後、太平洋において、日本の艦船に対して使用しようとしたものの、抽選により使用されることはなかった。アップキープ爆弾とハイボール爆弾は、国家機密となっていたが、イギリス公文書の30年規則によって1974年1月に公開された。戦後、 すべてのアップキープ爆弾は処分され、コンクリートが詰められた爆弾は、ケント州リカルバーで、試験や爆撃訓練に用いられた後、復元され各地で展示されている。ドイツ軍は、チャスタイズ作戦の後、不発となったアップキープ爆弾を森の中で発見した。これが、兵器専門家などによって分析され、1943年6月17日、 ヘルマン・ゲーリングからアルベルト・シュペアに報告された。その後、ドイツ空軍によって、重量 385kg の半長爆弾が、試験された。これは、トランフェミュンデにあったドイツ空軍研究センターにおいて、対イギリス艦艇攻撃用として設計されたもので、コードネームクルトと呼ばれた。しかしながら、ドイツ軍の半長爆弾は、10日前の爆弾に対する、バックスピンをさせなかったため、 FW190 によって行われた実験では、投下した航空機と同じ速度で爆弾が跳躍するため、危険であると判断された。この問題をロケットブースターによって解決しようとしたものの、うまくいかずに、1944年にプロジェクトは中止された。ソ連軍でも第二次大戦中に反調爆弾を使用した。1944年7月16日、 フィンランドのことかで、ドイツ軍の防空艦に呼べ、に対して用いられた。ソ連軍の A-20 爆撃機から投下された、爆弾のうち、2発の反長爆弾と通常爆弾7発が、命中刺激沈された。使用された爆弾については不明であり、反長爆撃を、用いたとも考えられる。スイートマン、ジョン、ザ・ダムバスターズ・レード。ロンドン、カッセル。 1999 ISBN 0-30435-1733楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。